大内刈りは相手が地御体の姿勢で両手を突っ張り、後ろに反り身になっているような時には大変効果があります。たとえ一本取れなくても、すかさず固め技に入ったり、他の投げ技に連絡変化するなど活動範囲が広く、勝負技として威力があります。神長がイギリスのペサーブリッジを倒した大内刈りをご覧いただきましょう。神長、相手を引きつけ気味に動かないようにして一気にかけました。ペサーブリッジはかけられた右足を上げ、後ろに下がって逃れようとしましたが、神長押し込んで刈り倒しました。大内刈りはかけた足の方向に相手を崩すことが大切で、刈った足の位置が高すぎるとうまく決まります。